オールスター歌合戦は、1955年と1956年の2回にわたって、ラジオ東京とラジオ東京テレビで同時放送された年末特別番組である。2回とも化粧品メーカー、金鶴香水株式会社の一社提供。なお1956年放送版の正式タイトルは、オールスター単調歌合戦と冠がついたタイトルとなっている。 1955年4月1日に開局したラジオ、東京テレビが初めて放送した音楽系年末特別番組であり、この年開催される NHK 第6回 NHK 紅白歌合戦の対抗番組、それもほぼ同じ放送枠に真っ向からぶつけた。そして内容も NHK 紅白歌合戦同様、男女対抗形式としたが紅白の組み分けが、 赤組、白組となっているのに対し、当番組は男性軍、女性軍都市、また、紅白は全歌手が歌い終わったところで審査をするのに対し、当番組は1回戦が終わるたびに審査するという方法だった。翌1956年は放送枠を19時台に繰り上げて3時間番組にし、この年開催の第7回 NHK 紅白歌合戦との重複も1時間に、 減らした。またパートを2分に分け、21時までは、前年同様に歌合戦としたが、紅白とこうむる21時以降は、隠し芸とした。全2回で終了。翌1957年からは、オールスター大行進に変更。21時までの2時間は、歌謡番組にしながらも、男女対抗を止めて、一般的な歌謡ショーとし、21時以降はバラエティに、したが、 1961年以降は、火曜パートのみの2時間番組にした。1955年版の生放送が行われた、日本劇場司会応援団長男性軍歌手、女性軍歌手1956年版の生放送が行われた、浅草国際劇場司会審判女性軍歌手、男性軍歌手参考。1955年12月13日付、朝日新聞。 祝刷版6面掲載の番組広告参考。1956年12月31日付。毎日新聞。祝刷版6面掲載の番組広告。合田道人。紅白歌合戦の裏話。53ページ。男性同士の絶戦で番組を盛り上げる名目。オールスター単調歌合戦に関するカテゴリー。ありがとうございます。